い、こんにちは。さあ、今日のテーマはこちら。花組退団者のお知らせについてということで、あの方が辞めてしまうのかというですね、今回テーマとさせていただいております。さあ、このクリスマスですね、12月25日に花組の宝塚ホームページの方で花組の退団者の発表がありました。すでにですね、柚塚礼さん、星風まどかさん、このトップコンビの対談のお知らせは事前にありましたけれども、さらに4名の方のですね、対談がのお知らせがありましたね。そしてその中にはですね、この方、この方、そうかという方がいらっしゃいましたが、もちろんね、その卒業というのはもう皆様各自で、様々な理由がある中でのご決断だと思いますので、まあ、今後もですね、本当にそれぞれの人生で活躍していただきたいという思いしかないんですけれども、まあ、今後のね、花組をと思う時には、そうかっていうね、やっぱ思いもありますので、ちょっとお話しさせていただければと思います。さあ、この4名の方、もうね、ホームページ見ていただければわかると思いますが、お一人目が舞月渚さん、そして穂積真宏さん、愛良美子さん、美里玲奈さんということで、この4名ご卒団されると。舞月さんはもうあれですね、94期生、あれですね、千名綾瀬さんのね、同期ですよね。もう本当にこの方はもう幅広い役ができる、汚れ役って、まあね、悪い役からいい役までの何やらせても、もう本当に芸達者な方だったなという思いかなと思いますが、すごくね、花組を支えるもう方、ね、人になっていた中での、まあ、今回のタイミングということでですね、まあ、ちょっと残念ですけれども、本当に頑張っていただきたいなと思います。そして個人的にはですね、ちょっと驚いたのがこの方ですね、穂積真宏さん、99期生と。穂積さんね、私先日劇場というね、戸脇聖也さんの全国ツアーの劇場を見させていただきました。すごくね、悪い子グループ言い方は、まあ、そういったね、ちょっと悪いグループのお一人の役だったと思うんですけれども、やっぱり歌声はね、一ノ瀬幸喜さんの歌声が結構あって思いましたが、ビジュアルはこの方、穂積真宏さんに目が行く。で、ナウオンステージでもね、初めてヒゲつけてなんて話されてましたけど、ヒゲとかありましたけれども、なんかそれも含めてかっこいいなっていうね、タカラジェンヌさんらしい綺麗さというか、なんか男役、スタイリッシュな方でしたよね。あ、やめちゃうんだっていう、本当にちょっとね、驚きでしたね。で、新人公演もトップされてます。確かカサノバですよね、カサノバですとか、そして純情ですよね、バウホール主演、純情でも主演もやられていらっしゃるという方でありましたので、まあね、トップ路線というかね、路線にも乗りつつある中での今回のこの対談発表になったと。まあそれもありますし、すごくね、この方がいるだけで花組の華やかさにね、花を添える、何回花って言ってんだと、まあ、この花を添えれるな人だなとは思っておりましたので、ちょっと意外なというか、まあそうかというか、残念というか悲しいというか、まあね、この戸脇聖也政権になるかどうかまだ発表がないので分かりませんけれども、新政権の花組、新時代の花組を支えるね、お一方かなと思っておりましたので、ちょっとこのタイミングではありましたけれども、とても残念な、ねえ、本当にね、まあまあ遠い席でしたけれども、パッとね、華やかだなって感じの人でしたからね、残念ですね。そして104期生は美里玲奈さん、はい、そして愛良美子さん、
この方々、美里さんはもうあれですよね、有名なあのお姉様がね、あの元星組のトップ娘役、木崎愛理さん。本当に見た目もちょっと似てるなと、まあ綺麗な、本当に綺麗な方が多いですね。綺麗だなって美形のね、あの姉妹だなというのは間違いないんですけれども、まあ本当にね、今後期待されていた中でのここでのタイミングでの卒業、そしてあの冬のパリでもね活躍された平美子さんもここのタイミングでご卒業ということで、104期はそうですよね。そういう意味では新人公演、まあね、今後どうなっていくか分かりませんけれども、そういった核になる年にもなる中でのご卒団ということもあるので、また今後もねそれも含めて宝塚としては方向性をきちっと、ね、無理難題をさせないようにしていただきたいなと思います。いやーね、なんかそう思うと新時代、柚塚礼さん、なんかね、あすみさん時代の花組を応援していて、もちろん柚塚礼さんの花組も見させていただきましたけれども、すごく戸脇聖也さんになると若返るなぁなんて思ってましたけれども、もうあれですね、よくよく見ると戸脇聖也さんもまあまあな年次になっていたんだなという感じ、花組もすっかり、なんかそうですね、若返っているんだなぁ、年を感じますね。こうまあでもね、そういう代謝はね、あの決して悪いことではないと思います。新しい花組を、ね、もう本当に5月にはもう新しい花組になっていくわけですから、6月か、実質6月にはですね、新しい花組が生まれていると思いますので、ちょっとね、年内の発表はもうおそらくないのかなと思いますけれども、来年早々には発表があると思いますので、誰が人事はね誰にもわからないというところはあります。まあでも変なこと言うと怒られますけれども、でも人事は誰にもわからないと、どっからトップがやってくるかなんてわかりませんので、まあ、どうなるのかなとは思いながらもですね、新しい花組を応援していきたいなと思います。ね、はい、卒業ね、人生で卒団ね、ね、本当に生まれ変われるタイミングですよね。対談される方は最後まで、5月の、ね、最後までアルカンシエルしっかりと頑張っていただいて、まずは公演をね、宝塚歌劇団としてはしっかりと公演を全て成功させれるような運営を頑張っていただきたいなと思います。ということで今回の動画を終わりたいと思います。花組の皆様お疲れ様でした。花組の皆様お疲れ様でした。対談される方お疲れ様です。最後まで頑張ってください。はい、ということでまた次回の動画でお会いしたいと思います。さよなら。